用しますのでですね、お立ちできる方、お立ちください。こっちの方に歌詞が出ます。
待ち望め幻を抱き
違えることなく私の導きに従いなさい。この祈りが土台となると称されます。この祈りをもってあなたは聞き従い、私の導きを全うしていきなさい。この昨年度においては、この戦いは神の戦いであるとこの主が語られたと称えられます。そして今年度においてさらにこの神の戦いを具体的にどうしていくかという一歩この、突っ込んだこの示し、賛美のポイントが示されてきたと称えられます。この賛美 この声を上げるという事柄において、さらにあなた方はこの信仰の踏み出しを大胆になしていきなさいと主が言われます。さらに賛美の声とともに、あなた方はこの働きの進展とまた、技を見ると主がされます。主はこの戦いにおいてこの圧倒的な勝利をこの具体的に取らせていくこの道をはっきりと示したと主が言われます。特にこのことにおいて引くことなくこの進んでいきなさいと主が言われます。この引かせる敵の攻撃があるので注意していきなさいと主が言われます。この問題またビジョンにおけるこの信仰の歩みをあなた方はとどめてはなりません。最後まであなた方は従いなさい。その時見る栄光は大きいと称されます。この賛美 この通してのこの神の御業というのはあなた方の思いをはるかに超えてこの高く深く広く長いこのそういったものをこれから具体的に表していくとしか見えます。主よあなただけ。されることからは違ってきますが、あなたは常に私の言葉を見、また私の言葉に立ち従ってきなさい。その時あなたはこの守りと勝利を見ていく。さらにこれからこの本格派遣がこの次々とこの繰り出されていき、さらに
ルートも開かれる中で、新しいこの地というのがこの開かれるとしか言えます。その際にこのたとえその本格チームにおいていわゆる賛美チームが参加されないにしても、すでにこの賛美というポイントが示されている中、本格派遣のその召された者たちで賛美をするときに神の御業は起こるとしか言われます。さらにこの賛美隊としての働きをあなたとは全うし、進んでいく中でこの霊的な働きは大きく広がるとしされます。またこれは後に実際的な働きに跳ね返ってくることを思いなさい。このそれゆえこの第二ステージの海外宣教の働きにおいて、この本格派遣の本格派遣チームというのは、いわゆるこの賛美チームとして召されているその使命も全うするということを踏まえていきなさいとしか言われます。さらに私は全世界における計画を用意していることを見なさい。それはあなた方の頭また判断力では理解できない大きさと広さを持っているとしなさいます。それをあなた方は従いなさい。従うとき後にあなた方は私の計画の全体を見て驚くであろう。今回のガリラヤ湖畔におけるこの天における印である虹のこの祝福というのは、この海外宣教あなた方を全世界に使わすという神の言葉の実現を主がこのはっきりと約束されたとしか言われます。 See his glory。予言の言葉ありがとうございます。セミナーありがとうございます。さらに御言葉を通して学ぼうとしています。生ける神主が豊かに語り導いてください。イエス様の名前によってお願いいたします。アメン。どうぞお座りください。